はいどうも皆さんおはようございます、こんにちは、こんばんは。ストレッキー製造工場へようこそ。工場長のリュウです。さあ、本日なんですが、史上最強デッキ作ってきたんでご紹介していきたい。財宝竹光ターンスキップデッキです。もうターンスキップデッキを検索すると上からなんか10個くらいリュウさんの動画だと言われてるんですけども、マスターディールでは、ですね、これね、ディアベルスターっていう、まあ、モンスターがこれ実装されまして、父がでかい女、この父がでかい女がね、めちゃくちゃね、竹光と相性いいんですよ。あのね、これなんでかっていうと、これディアベルスターってコストを使うんですね、特殊召喚するときに。フィールドカード、手札のカードをね。で、捨てるカードをね、これ竹光にすることによって、これめちゃくちゃ、何、アドバンテージを稼ぐムーブができまして、竹光をコストにしてディアベルスター出すと、竹光カードがどん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 サーチが連鎖するからさ、だからなんか一生コスト困んないんですよね。だからその、今回のこの、スネークアイムーブも入ってるんだけど、ここ展開していくことによって、どん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 竹光カードがサーチして、さらに増えて増えて増えてっていう感じで、まあ、増殖していきます。竹光カードとモンスターが。だ盤面にモンスターを並べながら、なんか竹光カードもサーチしてるみたいなイメージだね。ほんで、まあ、何をするかっていうと、竹光の最終着地点っていうのは何かっていうと、結局で燃え竹光なんですね。燃え竹光っていうのは、竹光カードが発動されると、相手のメインフェーズ1をスキップするという効果ありまして、で、メインフェーズ1スキップした後にメインフェーズ2をスキップすれば、もう完全にターンをスキップできる実質。まあ、ここ別に端末世界とかじゃなくて、なんだっけ、威嚇する方向じゃなくて、バトルフェーズスキップするやつ。あれとかのでもいいんだけど、永続トラップとか永続魔法とかは結構やっぱディアベルスターと相性が良くて、表側のカードをね、コストにして墓地を送って特殊召喚とかあるので、まあだから永続魔法の方がいいなと思って、今回は永続魔法にして、端末ワールドにしてます。はい、回し方ちょっと癖あるんですけども、展開方法を見ていただければなんかやばいことしてるなってなると思うので、はい、よかったら最後までご覧ください。やっていきましょう。デュエルスタンバイ。さて、宇宙最強デッキをお見舞いしていくぜ、みんな。この最強のこの竹光をコストにするディアベルスター、これが宇宙一強いですよ、はい。これマジで宇宙一強い。こうすると何が起きるかというと、竹光でサーチ入って、ディアベルスターで、財宝のマジックトラップカードセットできるんだけど、これなんとですね、竹光がね、ほんと無限のコストになるんだよね無限コストになるんですよ。神道竹光でもう一回竹光を装備すると、また竹光がコストになれるというね、あまりにも最強ムーブ。はい、これマジでやばいよな。で、妖刀竹光をコストにしてリクルートで増殖するし、打たれたら黙れって言って、はから打つ。はい、黙れ、黙れ。はい、で、これで、竹光が、コストになることによって、もう毎回竹光カードをサーチできるんで、はい、で、まずエクセル出す。で、エクセルのサーチ効果と、なんだっけ、妖刀 の効果。これちなみにサーチ鬼ほどするんで、泥場バカきついですね。はい、で、神道竹光からの、リッチャリデッド。これが新規モンスターですね。で、リッチャリデッド召喚。で、1体でリンク召喚を、する前に、確かあれか、妖刀竹光を、デッキから出してきたのかな。はい、でもう一回装備する。もうなんか異常にね、竹光がね装備されるんだよね、このデッキで。リンクリボを使って、で、墓地のリチャレット効果、自分の、手札を、から戦速をチューナー扱いで出す。で、エクスパラディンの効果で、ネズミ装備して、ネズミ解除特殊が、はい、でチューナー化しない効果で、レベル3のチューナーになってるんで、これバロネスが出ちゃうんですね。まず一旦バロネスで、これ以降の一応誘発とか妨害をケアしていく。で、スネーカーエクセルの効果、自分に装備されている、妖刀竹光墓地を送りながら、なんかフランベルジュドラゴンとかいう最強モンスターが出てくる。はい、かっこいい。で、妖刀竹光の効果発動して、もう一回またサーチが入る。で、ね、装備カード一応残しといた方がいいかなと思って、これなんか、確かこれ黄金、黄金色なんか持ってきた気がするんだよな。はい。まあでも全然これどっちでもよかった気がするな。確かなんかあれ残ってるから、デュランダラ。こっからね、イゾロで出しに行きます、ちなみに。こっからイゾルデを出しに行くっていうのが激ヤバムーブをしていきます。で、まずチューンナイトを、アニマに変えまして墓地に送ります。で、こっから、フランベルジュを使って、豪炎の剣士、これはもうなんかカード名違えばあるんでもいいから、で、豪炎の剣士で戦士族、これを出していく。そうするとフランベルジュドラゴンの効果によって自分の墓地の炎属性レベル1モンスターが蘇ってくるんで、チューンナイトとエクセルが帰ってくる。で、なんだっけ、イゾルデをここ
ここの戦士速2体で出していく。でイゾルデ効果、戦士速サーチで戦士速だったら、まあこれ使わなければ何でもいいから、まあ、ゴッドフェニックスかなんか持ってきておいて、でイゾルデの効果でデュランダル送って、でリナルドでデュランダルを回収していく感じですね。でリナルドの効果、デュランダル回収で、デュランダルは何装備爆破すると炎属性戦士速レベル5以下だっけ、5以下をサーチできるんで、これでもう一回リナルドを持ってきます。これ2枚ね入ってる意味があるんだけど、炎属性戦士速がいる場合リナルドが特殊召喚できる。これ特殊召喚中7になるんですよ。でトガ姫ちゃんを出しまして、はい、モンスターめっちゃ並ぶなこのデッキで。トガ姫ちゃんの効果によって自分の墓地のフランベルズドラゴン結構レベル8、これ特殊召喚、はい、でトガ姫いると炎属性しか出せなくてめんどくさいので、アンブロエールを出しに行く。これね、合意の剣士にしたらリンクもうちょっと下げれるかもしれない、はい、この辺はもうなんかお好みでって感じなんだけど。でアンブロエール出して、でトカヒメが墓地に行ったんで相手のモンスター特殊召喚に反応して破壊するみたいな効果もある。でフランベルジュと、リナルドでパワーツールブレイブ、パワーツールブレイブドラゴン効果、装備カードを めっちゃいっぱい装備する。でヨート&これデッキからで確かよかったんだよな、これごめん、デッキからでいいわこれ装備すんの。ほんでなんだっけ、パワーツールブレイブドラゴンの効果発動しまして、ヨートタケミツをコストしながらリナルドを叩き起こす。でそうするとヨートタケミツの効果によって効果のイエローが持ってこれると。はい、ここです。4枚ドローがこれからできます。で燃えたけ水でメインフェーズ1スキップが確定しました。いきましょう。はい、まず2枚ドロー引くんだよね。そりゃこんだけ圧縮してるから引くのよ。めちゃくちゃ圧縮してるから引くのよそりゃ。で燃えたけ水の効果によってメインフェーズ1スキップ確定で増援の効果、まあ、これなんで見てる、これサーチして、はい、でリンクリボーで攻撃を、止める、役割もになって、ほんでですね、端末世界、これメインフェーズ2がスキップされます、お互いの、はい、これ何が起きるかっていうとメインフェーズ1とメインフェーズ2スキップされるんですね。でバロネスがいて、ブレイバーもいると。どうですかこれ。ちなみに打点は揃ってます。はい、メインフェーズ1スキップ、メインフェーズ1スキップされてバトルフェーズに入るしかない。まあ、キッコー勝負は無効にできる、ちなみにバロネスで。で、バトルフェーズ入ります、はい、メインフェーズ2スキップされます。ボルのターン、ずっと俺のターン、ずっと俺のターン、相手たまらずされんだ。かぶってやれ。お相手のクソロッキー紹介コーナー。はい、やってまいりました、お相手のクソリッキー紹介コーナー、私もうこれ先行だったらバカ強いハンドなんですけど、これ先行だったらもうこのリュウイーソのハンドマジ強くてもう役満みたいな感じなんですけど、まあこれ高校なので本当見守るしかないということで、相手はなんかライティドライバーが御用ディフェンダーとかサイクロモンスターが3体展開されました。そして、御用ディフェンダー2体の効果で2体を使って、ミッシングエッグセイバーインボーカー、はい、でモーニングスターで効果発動してヒロイクカードを加えるのでヒロイクコール、これ戦士族を手札か墓地から特殊ができる効果ですね。はい、で2体でイゾルディングが出てきて、イゾ&ルーデが出てきて、はい、どっちがイゾでどっちがルーデか分かりません。でイゾルデの効果、戦士族間違えた、そっちかで、装備カードを4枚送って週末の騎士で、週末の騎士の効果で、週末の騎士の効果でなんか何落とすんだこれ、分からん。俺だけ3つサーチして貧乏人が、貧乏人がよ、俺たけみつ、何が俺たけみつだ、ちゃんと神道たけみつサービスしろ、過去 UR でチレアウス出てきました。で週末の騎士でサモンプリスですね送ってますね。で魔法使い族を、作りまして、これ多分セレーネを、はい、爆弾させまして、でセレーネちゃんの効果によって自分の墓地の魔法使い族モンスター特殊召喚ができるので、これでサモンプリストが出てくる。でサモンプリストの効果で魔法カードをぶん投げまして、レベル4モンスターレスキューフェレッツ、 OK、 レスキューフェレットはねレベル6になるあの効果なんですけども、でこれ僕あれですね、リアルではカオスマックスのメイトのなんか いじってますね。かっこいいですね、カオスマックスメイトで、魔導雑貨商人 AD チェンジャー、ピカリアットイグニスター、もう本当にうんこみたいなモンスターが出てきまして、で1体でジーランティスで、ジーランティスはフィールドモンスター全部出し直すみたいな効果ありまして、出し直すと効果無効が有効になるので、ちなみにジーランティス裏側でね出すこともできるんで、これがめちゃくちゃ強いんですね。はい、で
魔導作家商人をセットしまして、ピカリアットイグニスターでさらに魔法トラップカードを回収。アイラブ融合、アイラブ融合で、ピカリアットイグニスターをリンクディサイブルに変え、でリンクディサイブルで、リリースしたのアイを戻したんでしょうね、デッキの下に。で、AD チェンジャーで魔導作家商人をリバースするとデッキの底にある、魔法トラップカードがあるんで、多分それ以外は全部墓地に送られるみたいな。はい、まあ、これ一回ちょっとクソリッキーの講座でちょっとお披露目したいなと、ギミックの紹介みたいなので思ってるんですけども、まあ何回もね僕も使ってると思うんで、まあ僕の動画いつも見てくださってる方だったら分かると思うんですけども、史上最強ムーブですこれ。はい、デッキの中のカードを全て墓地に送ることが可能と、実質ね。はい、さあ、ライトロードビーストウォルフの効果、効果で墓地を送られると墓地から特殊召喚ができるということですね、デッキから。はい、でライトロードビーストウォルフが出てきて、レベル4のモンスターが2体で、エクシーズ召喚デュガレス、はい、で、デュガレス効果、オーバーレイユニットを2つ使って、自分の墓地のモンスターを特殊召喚。レクンガ誰お前誰で、エリア出てきて、でレクンガがね、なんかね、水属性を除外すると、トークンをなんか攻撃表示で出すみたいなね、2体、除外すると2体除外してコストで、で 1枚トークン出すみたいな効果で、でまたエリアが出てきて、でエリアが出てきました。はい、一体全体彼は何がしたいんでしょうかといったところで、グレーティングバブルリーフが出てきて、で、エリアちゃんの、効果、エリアちゃんを除外してトークンが出てくる。はい、でレクンガとトークンでコーラルアレモーレ、はい、で白ユキ効果、白雪の効果は、自分の墓地のカードをなんかいくらでも除外して、あ、自分墓地かフィールドかっていうかのカードを除外してなんか出てくるよみたいな効果、これ単一なんですけども、これいよいよこのモンスターなんか一生なんか禁止にならないけど、これさどっかで禁止になりそうだよなこいつ禁止になりそうだなってずっと思ってるんだけどさ、このなんか白雪とかいうモンスターっていうこと言って、頭おかしいんだこれで、なんかねものすごい量のねこれねカード除外してんのよ。でこれグレートバブルリーフっていうモンスターが除外、モンスターが除外されるたびに打点が600アップするっていう、そのも、除外されたモンスターの数だけだからね、これね、まあ、何が起きてるかっていうとね、ものすごいねバカみたいなゴリラみたいな、まあ、グレートゴリラリーフがね爆発するんだよね、うん、界隈ではマリネス界隈ではよく言われているグレートゴリラリーフここにさらにあのマリンセスウェーブとかあると効果を受けないゴリラが誕生するんだけど、これで、白雪の、除外によってものすごい量のモンスターが除外されましてですね、はい、でそうすると、グレートゴリラリーフの打点がいくつなんだっけな、これなんか3万ぐらいだった気がするうおーゴリラ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 でゴリラ効果で上がる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 壁壁結局は壁